カズネーチャンネル始まるよ。こんにちは、カズネーです。今回は前回こちらカレーを子供に作ってもらった時の動画をアップしたんですけど、早速第2回リベンジしたいと思います。この間やったばっかりなんでまたって思うと思うんですけど、実はママがコロナのワクチンを接種しました。1回目を打った時に撮影したものです。で、今回も2回目のコロナワクチン接種の時に作ってもらっております。ママがね、どうしてもね、調子が悪くなるだろうからということでサポートしてもらうために作ってみました。楽しい、うん、カレー作るの楽しい、うん、うん、でよかった。まだね、ちょっとおっかないところもあるんですがまあちょっと多めに見ていただいて、今回も頑張りましたのでぜひご覧ください。ちなみに今回の撮影はママが撮影してサポートをパパにしてもらってます。よろしく。今日は前作ったカレーの残りで作っていきたいと思います。じゃあまずは何かやる？何からやる？じゃがいもから。じゃがいもから何を、うん、洗った方がいいんじゃないかな。ポチョポチョじゃなくてさ、優しく入れてほしい。折れちゃった。これ目生えてる、うん、目はさ、パパにさ、包丁も包丁取ってもらって。こっちも剥きやすい。ただ歯が大きいから気をつけてね。うん、まだ剥けてないよ。なんでパパが剥いてるの？よし。これだけ。ねえねえ、暇ならさ、玉ねぎの皮を剥き始めて。うん、茶色いところね。白いところが見えたらそこはやめろ。どこもあれ？ちょっと向けないと。して。ああ、そこからなんだ。よし。何をやってるんでしょうか。丸ごとぶっ込むつもりですか。切ってない。本気でぶっ込む気。じゃあ切りましょうね。ね、それを切ってください。はい、包丁。うん。でもない。これ以上ちっちゃいの買ってない。このくらい。もっとちゃんと料理するんなら子供用買ってやるけど。いいよいいよいいよ。どう食えなの。そこでパパ悪いんだけど半分に切ってあげて、そのヘタを取って、うん、うん、もうちょっと、うん、その見方でいいよ。あ、もうちょっと切ってくれる？下が白いの見えてる。うん、その辺切って、その2つを捨てて、2つを捨てて、それで縦にぶった切って、はい、オッケー。じゃあ次は一回切るね、これ。うん、そう、その方がいいな。転がんないようにしといてもらってね。縦に？縦に、そう。うん。で、横に一回ずつ切って。横にこう？うん。こういう感じ？そう。の、どう？これ切る？こう？うん。おぉ、うん、いいよ、はい、うん、で、これ
も立て立て気をつけな危ないよ、うん、立て、うん、切って横に立て立てうん、ちょっと立て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 立こうやって、こうやって、かける。いや、いい。玉ねぎは溶けやすいからいい。ちょっと気をつけて。ででで。あ、ごめん。玉ねぎが。切っちゃっていい？先に洗っちゃった方がいいよ。いつまでも目が痛いから。うん。肉どうって。あ、じゃあいい。たまに。はい、こっち混ぜて。ダメ、そのまま身から離れちゃダメ。混ぜ混ぜして。混ぜ混ぜして、ほら、横。これ？オレンジ、違う、その隣。これ？それ。混ぜ混ぜして。パパ、ちょっと火見て。鍋が動いてる。もっと奥にやって。危ない、危ない。火もう少し弱めて。てか奥にやりすぎ落ちるよ。あい。火弱すぎ。弱すぎ。こんなもん。で、ね、鍋を片方持ちながらやって。鍋がさっきから動いてる。なんでこの肉入れないの？決める。うん。てか時間。いいよ。パパ。なんで時間に。混ざる。一人混ざったらじゃあパパ交代しようか。うん、はい、じゃあ入れて。いきまーす。これどう？いや、手で持った方がいいよ、その。これを、いきまーす。え、一個つ？ザーって開けられない？両手で。いきよー。うん、ほら、はい。はい、たっぷり。はい、混ぜて。たっぷり。あの鍋だとね、うん、だから炒めるときはフライパンで炒めて、あ、肉だけ炒めて鍋にポン、あ、野菜だけ炒めて鍋にポンって、そうはいかねー。そうすると取っ手が手前に来るじゃない、フライパンって。だから持ちやすいかも。よし、次回からそうしよう。炒めたら、じゃあグツグツ煮ましょう。お水まだルーは早いわよ。はい、もう一杯。混ぜ混ぜ混ぜ、これ混ぜ混ぜして、ちょっと火を強く、強く混ぜ混ぜ魔女の鍋作ってるみたい混ぜ混ぜ混ぜ、子供が遊んでるみたい。遊んじゃダメです。いい感じですね。いいですね。いいですね。はい、オッケー。全部入れちゃっていいでしょ。はい、はい、全部入れてください。全部入れちゃいます。おお、大丈夫大丈夫。魔女のカレーな、カレーです。魔女の鍋で、絶対押して、はい、はい、火を止めていい？火はまだ止めないよ。一番弱くして少し煮込んでください。はい、一番弱くして。一番左ってこっち？うん、OK。 混ぜる？混ぜる。さっきより混ぜやすい。このカレーは自分で作ったカレーです。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。